ははいいい今日はですすねサイレントモードの撮影をしたいと思います例えば子供が、えー、寝ている時とか,あのはなんか発表会とかあまり音が出てほしくない時にこのサイレントモードはすごく役立つんじゃないかなという風に感じております、えー、まずはメニュー画面を押してくださいそして、えー、っとこ,こちらの2番の2番ですね2番のサイレント撮影2番のここの9の 9選択があると思う。9個選択画面があると思うんですけども、それの4番で、そしてサイレント撮影。今、気になっております。それを入りにしてください。もうこれだけです。これで、えー、無音で撮影をすることができますので、えー、ぜひ、えー、活用してください,、はい。ありがとうございました。